ラチェットクランクラチェットクランクフューチャーラチェットクランクフューチャーはソニーコンピュータエンタテインメントより2007年11月11日に発売されたプレイステーション3用アクションゲームプレイステーション2時代に人気を博したアクションゲームシリーズラチェットクランクの新シリーズ第1作であるシリーズ全体としては6作目にあたる プレイステーション3本体発売の1周年目に発売された。このためゲームソフトとしては珍しく日曜日が発売日となっていた。本作が発売された前年の2006年にラチェットクランクシリーズの開発者ダン・ジョンソンが制挙しており、本作は彼の死後初めてインソムニアックゲームズが開発したものであり、エンディングのスタッフクレジット前には インメモリーオブダン・ジョンソンと個人を忍ぶ追悼メッセージが表示される。ラチェットとクランクはズガガ銀河のハイテク惑星ケルバンの都市メトロポリスでのんびりと暮らしていた。しかし、ある日彼らは帝王タキオン率いるクラグマイツ族の襲撃に遭ってしまう。タキオンの狙いはロンバックス族の最後の生き残りであるラチェットを抹殺し、 ロンバックスの謎という強力な兵器を手に入れることだという。なぜ、ロンバックス族はラチェットを除き滅びたのか、ロンバックスの謎とは何なのか。様々な謎が錯綜する中、ことの真意を探るために、ラチェットとクランクは新たな冒険に出発した。第一ステージの惑星ケルバン以外の惑星は、ポララ銀河に属しており、いくつかの領域に分かれている。 ただしそれらの領域は設定されているだけでゲーム進行には特に影響しない。ありがとうございます。